ました。来ました。来ました。北京時間じゃなくてネパール時間8時ちょうどぐらい。じゃあ4泊。羊が一面で羊優先ですね。ここはね。なんだろう。下の町から帰ってきまして、今10時か11時かに、ミドルキャンプ行きます。エベレストアチュアです。はい、行きます。いい天気、暑い。下の村より暑いかも。行きます。3度目だけど全然楽になんない。でもめっちゃいい景色。あそこエベレストは今雲で隠れてて、こっちは最高の景色だ。こっちは最高の景色。3度目だけど全然楽になんない。うちのテントはここです。そう、1リットルだったら使わない方が楽かも。5800、6300ぐらいまでなら、ふぅ、重いだけだかも、もしかすると。めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗だ。太陽。普通に来たって感じですね。エベレストがスカッと見えてます。よし。これは、チャラいです。チャラいですか？チャラチャラ登れますかこれ。チャラく登りたいな。本当にチャラく登りたい。お祈りしましょう。お祈りしましょう。チャラく登れるように。はい、おやすみなさい。チャラく登れるかな。寝ます。今が7時だ。